こんにちは、真白なぎです。危ない恋の捜査室、前回明智さんのルートが一応終わったんですけど、このゲームにはファーストシーズン、セカンドシーズンっていうのがあるようで、前回終わったのはファーストシーズンまでだったみたいです。そのままセカンドシーズンに行こうかなと思ったんですけど、他のキャラのファーストシーズンもまとめて見てから全員またセカンドシーズン1から始めていきたいと思います。はい、なので今回から藤森健二さんのファーストシーズンの攻略を始めていきます。そんな、選ぶなんて私はどなたでも。あ、そう、じゃあ藤森で。え、俺？何よ、なんか不満？いや、俺あんま優しくでけへんかも。藤森さんってば、選ばれて案外喜んでるんじゃないですか？キサラにふざけんなよ。藤森もキサラにもバカなこと言ってるんじゃないの。じゃあ、明日から藤森とよろしくね。藤森、ちゃんと新人の面倒を見ないとラリアットかますわよ。ここは了解です。じゃあまあ明日からよろしくな。はい、よろしくお願いします。藤森さん、あからさまに迷惑そうだな。翌日、藤森さんと共に再び現場へとやってきた。合同捜査ということで、捜査一課の人たちの姿も多い。あ、おはようございます。明智さんや如月さんに挨拶をすると、明智さんが藤森さんに話しかけた。藤森、新人指導をちゃんとやれよ。あ、はい、適当に。そうか、じゃあ俺と如月には周囲の聞き込みをしてるから、ここ頼んだぞ。失礼します。明智さんと如月さんの後ろ姿を見ながら、藤森さんが舌打ちをした。結局面倒事は俺のところに来るんやからな。面倒事って私のことだよね。藤森さん、私と組むの相当嫌そうだな。何？あ、いえ、石原さんって社長さんだったんですよね。まあな、とはいえ会社というより工場だから、工場長の方がしっくりくるかもな。死因は頭を殴られたからで、犯行は12日午後8時から近所の主婦が発見する早朝6時の間って。えらいざっくりやな。まあ解剖が進めばもう少しわかるだろうけど。あの、12日の午後8時以降と特定できるのはなぜですか？石原の財布にあったレシート。午後8時に近くのスーパーで靴下を買ってる。なるほど。で、自宅はここからすぐ近く。もう一つ質問させてください。被害者はどうして夜に工場に入ったんでしょう？もう自分の持ち物じゃないんですよね。普通に考えたら犯人と待ち合わせやろうけど、その理由がなぜやな。まあそれを調べるのが俺らの役目なんやけど、とりあえずその自宅ってのを見てくか。どんどん離されていっちゃうよ。もう待って。ちょっと早足だったか。あ、すみません。いや、謝んなくていいけど、そういう時は声をかけてくれりゃいいから。
ありがとうございます。案外優しいんだな。ああ、いや、最初に言っとくけど、これ仕事だから女の子扱いはできない。肝に銘じておいて。はい。で、ついていけないと思ったらすぐに言ってくれ。室長に配置換えをしてもらうから。はい。現場からすぐ近くにある石原の自宅は思いのほか質素なものだった。うん、何にもないな。藤森さんはあちこち見ながらそうつぶやく。私も藤森さんから借りた手袋をして家の中を見て回った。あ、アルバムがありますね。ふと本棚のアルバムに目が止まり、私はそれを手に取った。仕事場の人かな。こっちの女性は奥さんっぽいけど。そう思いながらパラパラめくっていると、藤森さんが後ろから覗き込んできた。あれ、この人奥さんか。耳元で急に声が聞こえて思わずビクッとする。びっくりした。油断していたこともあり大げさに反応してしまう。藤森さんは顔を真っ赤にして体を離した。すまん、驚かせたか。あ、いえ。小笠原の資料には嫁の記載はなかったけどな。そう言いながら藤森さんは再び辺りを見回す。私は立ち上がると台所を確認した。置いてあったソースや醤油を見るとどれも賞味期限が切れている。冷蔵庫もほぼ空っぽで干からびた野菜とビールだけが入っている。次に浴室を確認してみたが、シャンプーだけでリンスなどは置かれていない。特に女性と生活しているようには見えないですね。そのことを藤森さんに伝えると、彼はざっと室内を見回し、ふと棚の上にある機関車の模型に手を伸ばした。お、これ限定モデルのやつ。殺された石原の趣味かな。ま、女がおるようには見えんし、これ以上は何もなさそうやな。現場に戻って明智さんたちと合流しようか。確かにもうここには情報がないかも。そうですね。現場に戻ると明智さんと如月さんが近づいてきた。石原の家に行ってきたのか。何か分かりましたか。何も。写真で奥さんらしき人がいるみたいだということは分かりましたけど、部屋の中に女がいる気配はないっすね。じゃあそこから調べた方がいいかな。奥さんですか。みんなの話を耳にしながら、私は集まっているヤジウマの方に目を向けた。室長曰く犯人はヤジウマになって現場を見に来ることが多いって言うけど、じっと右から左へヤジウマの人たちを見ていく。すると灰色の作業服のようなブルゾンを着た中年の男性がガタガタと不自然に震えていることに気づいた。あれ？その人に近寄ろうとしたところをクイッと藤森さんに腕をつかまれた。どこ行くねん。あの人変じゃないですか。グレーの作業服の男性。藤森さんも彼を見て首をかしげた。挙動不審やな。職質しようか。藤森さんが歩き出した時、私と作業服の男の視線がまともにぶつかった。その瞬間男は慌てて走り出す。あ、もしかしてあの人。私もとっさに思うとすると、近くにいた如月さんが走り出した。あいつ。私の返事を聞くと同時に、如月さんは驚くほどの速さで男の後を追っていく。わ、如月さんって足が速いんだ。私も全力で走っていたが全く追いつかない。如
如月さんも逃げていく男との距離をどんどん縮めると男の腕を掴んだ。男は抵抗して掴まれた手を振りほどこうとしている。私より先に明智さんと藤森さんが追いつき、如月さんを助けようとしたが、それよりも早く如月さんが男を投げた。あっ、男は道路に大の字に伸びている。如月は柔道で黒帯ですから。え、如月さんってそんなに強かったんだ。如月、お前ちゃんと手加減して投げた？相手素人やで。藤森さんはそう言いながら寝そべっている男の腕を掴んだ。手錠をかけましょうか。いや、脳震盪を起こしてるかも。すみません、大丈夫ですか？藤森さんが声をかけると、突然男は目を見開いた。そして腕を掴んでいた藤森さんの体をドンと突き飛ばす。男はそのまま道路に飛び出した。すかさず如月さんがその後を追いかけたが、ちょうどそこに車が突っ込んでくる。急ブレーキをかけた車から土星が飛んだ。慌てて止まった如月さんは事なきを得たが、追っていた男はうまく車間をすり抜けて道路の向こう側に走り去ってしまった。逃げられちゃいましたよ。どうしますか？やべえ、俺のせいかも。いや、藤森さんはそうつぶやきながらコーヒーを口にした。私はそんな藤森さんに目をやりながら、私はさっきのやりとりを思い返す。あの後、捜査室に戻った私たちを待ち受けていた室長は、男を取り逃したのは私たち全員の責任だと怒った。そしてその責任により、私たち捜査室の人間は殺人事件から外されてしまったという。あの時手錠をかけるか、俺がしっかり捕まえていればこんなことにならなかったんだよな。確かに藤森さんの責任が全くないとは言えないけど、でも藤森さんだけのせいじゃないと思いますよ。室長の言う通り、全員の責任です。お前、慰めてくれてんのか？ありがとうな。まあ、あれだ、今日の失敗は明日の頑張りで取り戻すしかないな。はい、早くいつもの藤森さんに戻ってください。おう、よし、気持ちを切り替えて明日から頑張るか。翌日出勤すると、藤森さんはいつも通りの調子で挨拶をしてくれた。おはようさん。おはようございます。少しほっとしながら席に着くと、藤森さんは私に何枚かの紙を差し出した。はい、今日の仕事は傷害の現場検証やって、この資料を見たら行くぞ。現場検証ですか？緊張しますが頑張ります。もし血の跡があるような現場を見るのが嫌なら、お前はここで事務仕事してくれたら俺だけで。いいえ、平気です。いや、あんまりおすすめせんけどな。行きます。じゃあ行くか。捜査室を出ると、女性職員2人組と出くわした。あれ、藤森さん？あ、ルミちゃん。ルミちゃん、そろそろあの話どう？するとその女性は、興味なさそうな表情をしていた。
ダメですよ、藤森さん。ルミはすでに彼氏がいるんだから。それは残念。明らかにがっかりした様子に女性職員たちが笑う。そうですよ。だから合コンなら私たちみたいに決まった相手がいない女性に声をかけなくちゃ。じゃあまゆちゃんは誘ってもいいの？本当ですか？先に玄関行ってよ。私はそっと彼らから距離を取り、出口に向かって歩き出した。おい、こら新人、勝手に行くな。ああ、じゃあ捜査だからさ、また後で声かける。じゃあね。藤森さんは女性職員たちにそう声をかけると、慌てて私の後を追ってくる。お前、先輩を置いて先に行くやつがあるか。いえ、お邪魔みたいだったので先に外でお待ちしていようかと。言えとくけど、俺はお前のことは合コンに誘わんからな。同じ捜査室のメンバーとなった以上、お前のことは女扱いしない。はい、前にもそう言われているので構いません。この人、硬い人なのか軽い人なのかよくわからないな。私たちはなぜか工場が立ち並ぶ場所へとやってきていた。現場検証を終えて捜査室に戻ろうとしたが、藤森さんが寄っていきたいところがあるからというので付き合ったのだ。あれ、この辺やと思ったんやけどな。藤森さんはメモを手にキョロキョロと辺りを見回している。何を探しているんですか？いや、この辺に。ああ、ちょっと待ってて、聞いてくるから。そう言って藤森さんはその人のところまで走っていった。何やら真剣な表情でやり取りをしている。ああしてみるとかっこいいのにな。お待たせ。あ、いえ。じゃあ帰るか。どこか探してたんじゃないんですか？なんや、引っ越したらしいわ。引っ越し？あの、まさか女の子の家とか言いませんよね？さて、どうでしょう。向こうもそう思ってるかもしれないけど、私もこういうのにはついていけないな。そう思いながらスタスタ歩き始めると、突然通りから車が出てきた。あっ、大きなクラクションの音があたりを包み、私の頭は真っ白になった。危ない。ふと気づけば私は藤森さんをお尻で踏みつけるようにしていた。何してんねん、ちゃんと前見て歩け。すみません。怪我は？え、あ、大丈夫です。そんならよかった。立てるか？あ、はい。う、どうしよう。立てないなら無理しなくていい。藤森さん。あ、このままじゃ変な風に思われちゃう。大丈夫か？はい、あの、ありがとうございました。ん？じゃあ行こうか。ああ、さっきのことやけど。さっき？いくら俺がいい加減って言うても、仕事中に女の子の家を探すほどアホやないぞ。お前まるまる信じそうやから一応言うとくわ。ごめんなさい。ああ、いや、俺が誤解されるようなこと言うたから。すま
この人優しいのか何なのかもよくわからないな。おい、昼飯にするか。はい。食いたいもんあるか。あ、いえ、藤森さんに合わせます。ああ、あそこのカフェ行こうか。はい。しかし、お前なんでこんな捜査室の移動を引き受けたんや。室長に頼まれたから。あの、移動は断れないんで。せやな。うん。そういう藤森さんはどうして警察に？かっこええやろ。え？俺刑事だからとか言ったらモテるかなって思って。冗談やって。まったくこんなこと本気にされても。そっか、すみません。こういう時はツッコミ入れてくれてええねんで。あ、そうだ、藤森さんは大阪で就職しようとは思わなかったんですか？なんでそれを。え？なんで俺が大阪出身やってわかるんや。それは藤森さん関西弁使いますし。ほんまに？はい、紛れもなく関西弁です。そうやったんか。頑張って女の子の前では東京弁にしてるつもりやったのに。あ、でも標準語の時もありますよ。完全に関西弁じゃないです。そう。あの何も無理に標準語にしなくても。関西弁を使っている人ってそうやって隠す人の方が少ないような気がしますし。けど関西弁嫌だっていう女の子多いし。私はいいと思いますよ、自然体の方が。え、ほんまに？はい、関西弁って温かみがあっていいと思います。そう。じゃあ僕無理して東京弁にしなくてもいいのかな。はい。